じゃあもうなんで軽トラしかないん、なんでなんで軽トラしかないんって。この前引っ越しの時に家の車とトラック版じいちゃん家で交換したけん、トラックしかないとた家に。ちょっともう嫌わ、もうはずいわ。はずいてもよかった、トラックが一番仕事すっとばい。仕事するよ言うてもなんか嫌やね、もう見られたらはずいし。なあ歩いて行けよ、自転車で行けよ、もんこれはまた違うやん。もうだからもう駅の手前で降ろしや絶対。駅の手前って、駅の手前止まるとこないでしょ。ロータリーまで入らない、降ろせんて。いや絶対入らんといて、そこまで。もう結構手前で行くわ。じゃあ分かった、ならもうあの橋場渡る手前のコンビニとこで降ろす。いやもうそのま、もうええわ、もうそこで。じゃあそこで、そこしか止まれんもん。もうあそこの橋越えたらもう大通りだけど、途中で止める場所ないって。結構歩くけどええわ。じゃあしょうがないって、もうあれで行けよ。なんか軽トラが恥ずかしいんか。まさかこれなんて思わへんや。しょうがないって、この前引っ越しの時に家の車と軽トラックが入れ替えとっただけ。文句ばっか言うな、もう。頼むわ、マジで頼むわって。登らんもん、ギアも。もうどん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 するし、乗り心地悪いし。ああ、もう、もう。いや、もう、全然やん。しょうがないって、あんたが乗っとるけん、重たいけん。誰が言ってんねん。はあ、もう腹立つね、あんたは。って、もう、酔うわ。酔う。はい、でっかい段差あります。でも、もう。チャンネル登録よろしくねー。